皆さんこんにちは、山チャンネル TV の山健です。そして大丈夫です、ね、噛むは風強いわっていうね、すごいですね今日はね。本日はねこちらちょっと行きますよ、ようこそこち亀の町へ、両津中川玲子がお出迎えですね。でこれが秋元先生の手形ということで、スペシャルゲストの3人に来ていただいてます。そうこち亀といえばね、こち亀といえばじゃないよね、亀有といえばだよね。そうだね、亮さんと下町で人情のある型破りなもありさん、はい、でこちらが大金持ち、なんだっけ、中川コンツェルンかな、中川財閥の社長さん、次期社長さんかな、だけど交番で勤務してると。でこちらがね秋元貿易だったかな、やっぱり大きな会社の娘さん、社長令嬢と、ね、はい、いうことでもこの3人が一緒に交番で勤務しているという、そんな物語です。めちゃくちゃ面白いですね。で、この構造がね、あの雷の町にたくさんあるというので、ちょっといくつか見つけていこうと思います。歩きながらね、うん、はい、次のどうぞ探します。探しまで行きましょう。はい、駅降りてすぐのところです。はい、金の寮さん、金寮さんですね。金はい、いました。いいね、まあ、ね、こんな感じね、祭り姿寮津寛吉、最高です。はい、寮さんといえばやっぱねお祭りなんでね、はい、祭りがないならこんな仕事やってられっかっていうね、最高だね、部長に怒られるっていうねそんな逸話がねたくさん残ってますけど、最高ですね。でね、おみこしをね、あの喧嘩みこしで壊しすぎて、亮さんには担がせないとかね、いろんなことがあったんですよこの人。いろんな逸話がありますね。はい、はい、ということで今回はね、これ駅前2体目はお祭り、そうだね、黄金お祭りバージョンの亮さん、亮さんでした。ここにね、ちょっと行きます。じゃあ次の亮さん探していきます。はい、見つけましたよね、さっきのところがそこ、ここね、でちょっと歩くとこちらに座ってきなよ亮さんと、これなんか駅のロータリーね、そうだね、いる感じで、これがだから一番さ亮さんらしいんじゃない、この顔、なんか落ち込んだ時に、ね、とりあえず座れと。なるほど、わしなど借金によく抱えてるとそんなもん関係ねえとか言ってね励ましてくれてる感じのね、この人本当なんか怖いもんないからね、落ち込むことがないんだろうね、はいはいはい、もう何とでもなれっていうね、何とでもしてやるっていう、そんなところが好きです ね、今の世の中に大事なものの一つなのかもしれないです ね。はい、ということで、はい、こちらお座り寮さんでした。はい、あのさっきのね、あれあそこお座り寮さんところからまたちょっと歩いてきたところに中川圭一巡査がいます。これがねアルマーニのスーツなのかな、とにかくね大金持ちで、登場した時はね結構ねこのお巡りさんも破天荒だったんですよ、中川さんね、はい、悪そうなやつ見たら銃で撃っちゃっていいんですかねみたいなこと言ってたんだけど、3巻4巻ぐらいからあの真面目なおまわりさんに乗って、はい、あの亮さんのやることを止めるっていうね、でもたまにねなんか一緒になって悪いことやっちゃったりとかもするんだけど、とにかくお金持ってるから、あのとんでもない金額でね、なんか亮さんに誕生日プレゼントでこういうことやってあげて、はい、いくらぐらいかかったのって聞かれて、まあ1億円ぐらいかなみたいなそういうことは平気で言う大丈夫ですよとかねあとなんか商店街のサッカー大会、どうしても勝ちたいって言って、プロのクラブチームを買い取っちゃうっていうね海外のね、しかも海外の本物のやつだ、そう本物のやつ買い取っちゃうってね、そんなおまわりさんです。素敵ですね。でも亮さんとこう組むことでだんだん人情味が出てきてね、お優しいおまわりさんに、まあ、最初から優しいんだけどさらにね優しいおまわりさんになっていくと、はい、いう形です。中川巡査でした。はい、
はい、そしてこちら、はいはい、うわーすごいね、神社の中にあるんですかこれは。そう、ここにね、うん、少年よあの星を目指せ量産像と、ほうほう、いうことで作者の牧本さんと、あと亀有香取神社さんがコラボしてるのかな。なるほど、うん、ね、もううじうじ悩むなと、そうだ、ね、あの星を目指せと、なるほど、亮さんからのアドバイスがここの神社では聞けるんじゃないかなと。素晴らしい、はい、思います。はいはい、じゃあ次行きます。はい、ちょっと探しましたよね、えちょっとあるよ、わはは亮さん、わはは亮さんね、笑ってるからね、もう一応マスクつけてるからかな。今の時代は、はい、大声で笑うとね、うん、飛沫が飛んじゃうんでね。なるほど、さすがの亮さんもマスクしましょうと。なるほどね、亮さんもね、亮さんに言われたらしょうがないね、もうね、それはしょうがないよ、うん、でもこの色のマスクっても初めて見たよ。渋いね、渋いね、いいね、笑ってるエピソードいっぱいあるよね、亮さんってね、うん、だから亮さん の、はい、あの漫画って、うん、結構悲惨なんだよ、あの借金はされたりとか、最後ね、なんか大爆発しちゃってとか、はいね、あと変なわけわかんない詐欺になっちゃって、うん、何十億支払いが残るとかそんなのばっかりなんだけど、うん、なんかこの人大爆笑して終わるからね、なんか悲しく見えないっていうね、笑い飛ばすね、何か嫌なことを、ね、いいね、素晴らしい、このコロナも笑い飛ばそうと、それはね、いいことじゃないでしょうか。最高です ね、 ね、うん、はい、ということでわはは量産像でした。はい、次行きます。レッツゴー。はい、ということで白バイ警官、はい、本田さんです。本田隼人だったかな。なるほど、うん、なんか笑顔いいね。そう、笑顔がね、うん、笑顔がいい。だからね、はい、優しい顔してるじゃない、うん、だバイクに乗ると豹変するっていうね、うん、そんなおまわりさんでバイクに乗ると豹変しちゃうのね。そう、本田くんはね、うん、お話があって、はいはい、なんか本田ってもっと暴走族かなんかな、はいはい、ね、でその時にやられた人なのか、うん、なんか本田に恨みを持ってるやつがいて、うん、これ同じ格好してね、白バイの格好して、うん、でその辺の車とかを、うん、あのバイバットでぶん殴るっていう、本田だっつって、俺は本田だっつって、ね、でなんで叩いたんだっつったら、はい、あの時速オーバー、1キロオーバー40キロのところを41キロで走ったからぶったたいてやったとかね、うん、だからそれが出てきた偽物よ、それ偽物本田の、うんうんうん、で僕はそんなことしてないと、はいはいはい、で亮さんたちが、うん、あのみんな手分けして、うん、そうやって探して捕まえるんだけど、うん、で捕まえたおかげでまた本田が白バイに復活する、乗れると。ただ本田も白バイに乗ると、うん、オラーとかっつって蹴ったりするからね、車わからないね、あいつと大して変わらんって言われてね真相が ね、 ね、なるほど。でもこんなに優しい笑顔をしてます。重要あるよ、お、あれかな、おまじないかな、おまじないかな、うんうん、ということでバイク乗るとものすごい激しい性格になるけど、バイク降りるとにこやかになる本田さんでした。はい、はい、ということでね、はいはいはい、同じとこぐる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 回ってますけど、回ってますね、見つからないっていうね、方向が分かんなくなるね、初めてのところ、ね、そうだね、で人もいないしね、うん、聞くのも恥ずかしいしね、亮さんの どこにありますってね、ね、いや一回来てみたいな。でもね、なんだ君たちになるよこれ居酒屋おたんこなしね、ね、素晴らしい。はい、ちょっとね、少年の亮さん、はい、頑張って探していきます。今もう20分ぐらい歩いてますよ、はい、ね、はい、じゃあちょっと探していきます。はい、この柵をさ、はいはいはい、越えたあたりでほら来たよ、あったわ、これ探すのね、はい、1時間かかってますよね、本当にいやはい、ということで、うん、どうもね、握手させてもらいました。寛吉、はい、陳平、うん、陳吉だったかな、ね、トンペだっけ、トンペ陳吉ね、あ、書いてあるわ、寛吉、トンペ、陳吉かの3人、これがね、悪ガキ3人組、はい、このほら昔のおもちゃ、そう、パチンコね、これゴムがついてて石とかビャンって飛ばしたりとかね、はいはいはい、で、亮さんはなんか、亮さんも一緒だね、亮さんはパチンコ、はい、
3人とも持ってると、はいはい、だこの3人に関しては、うん、あのね本当昭和の悪ガキみたいなガキ大将みたいなね。いいね。でもその陰湿ないじめとかしないし、うん、その弱い者がいじめられてたらその強いやつに向かっていくっていうね、助けてくれる、ね、うん、でやられちゃったりもするんだけど、うん、でただね大人とかには平気で噛みついちゃうんでね、クソ、ね、ガキって言われてたけどまあでもこうやってね、はい、少年時代過ごすのもいいんじゃないでしょうか。素晴らしいね。あの1時間探した割にエピソードトークが何もないっていうね疲れちゃって用意してないっていうねはい、お腹減っちゃってるいつもお腹減るのね。お腹減っちゃってる。はい、ということで、でもこの頃のね、あの柑橘と知り合った女の子が大人になった涼さんと再会したりとかね、で涼さんのこと好きでしたみたいな、そういうね甘いトークなんかもあるので、はい、はい、あの少年時代の話はね本当感動する話が多くて面白いと思いますね。ということで、はいはい、少年涼さん像でした、はい、次行きます。はい、ということで、はい、秋元玲子さんの像です、ね、ここはちょっとね建物の中なので、うん、次行きます、うん、はい、駅まで戻ってきました。駅の裏側、うん、よーっていうね、いいね涼さんね、ちょっと物もね入ったんだけどもう一回行きましょうか。いい、よーっていうね、いいね、うん、はい大丈夫ですね。涼さんのこのいつもサンダルね、サンダルカタカタ言いながらバイクより速いっていうね便所サンダルね、そう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 。でこちら涼さんのノーマルな像に秋元先生のサインが入ってると、平成18年の2月11日に設立されたそうです。2006年かな、そうなの、うん、はい、ここにもね隠しサインがあるんですよ、はいはい、ということで、うん、じゃあアニメのタイトル言いましょうか、はい、こちら葛飾区亀有公園前派出所、なるほど、両津寛吉巡査でした、はい、はい、じゃあ次探してきます。はい、レッツゴー。はい、ということでさっきの両三像からすぐ、はい、玲子さんの像がありました、はい、さっきちょっとね話せなかったのは、うん、なんかあの葛飾区のなんか役所の中だったんだよね、うん、そうね、うん、役所の中にさっきの玲子さんの像があって、はい、で撮影していいですかって言ったら、あの盗んで帰らないんだったら何やってもいいよって気さくなね気さくな方でした、はい、葛飾区ジョークをねいただいて、まあ、撮影をさせていただきました。いいですね葛飾区はね、素晴らしい、うんうん、これが玲子さんと、はい、で大金持ちのお嬢さんで、はい、でね涼さんにちょっと気があるんだよね、うん、なるほど。だ涼さんがいろいろこう寅さんのようにね、うん、いろんな人とちょっとね噂になったりとか、涼、はいはい、さんこの人気に入ったりとかするんだけど、はい、ちょっとやきもち役っていうね、なるほど、うん、そんな玲子さん、玲子さんでしたね。こち亀の中でも大人気キャラクターの一人になってます。はい、はい、こんな感じかな。あ、これはあれだ、マップだね。はい、玲子さんの像でした。次行きます。はい、来ましたよ。さっきはねこうやって通り過ぎるっていうね、ずっと喋ったままあっちまで行っちゃうっていうね、はい、はい、ということでお仕事中の涼さんという形で起立気をつけ敬礼ってね、うん、そんな感じの涼さんになってますね。でももう一つすごいの発見しました。何、こっち見てください、はい、あ、じゃあちょっとねなんかすごいのがあるそうなので行きます。亀有のマリアちゃんのマンホールと、マリアちゃんってあれだよね、東所沢かっていうねマリアちゃんはね、涼さんが大好きな、うん、男の子なんですよ、はいはい、男性なんですけど、はい、まあまあ女性ですよという、なるほど、うん、最初涼さんびっくりしちゃったんだけどでもすごく人がいい人で、ね、うん、仲良くなって、はい、サブ的にうん、出演するキャラクターになりました。なるほど、はい、でこっちが、まあ、これが一番馴染みあるよね、制服着ている涼さんでした、はい、いいね、じゃあ次はね、はい、この漫画の、中心に迫ろうかなと思います、はい、思います。
はい、ということで、はいはい、アニメのタイトルにもなっている亀有公園。亀有公園来ましたよ。ね、亀有公園前派出所のりょうさんだからね。うん、亀有公園前来ました。亀有公園にね、来ました。はいはいはい。神々だよね。寒いからね。ねマスクもしてるし、ちょっと噛んじゃうよね。噛んじゃうね。とりあえずフォローしとこうかなって感じ。一応ね。大丈夫です。こっちか。はい、ということでね。今度は両手になったね。そう、一休み両さん。わあ、いいね。こう両手でこう。そう、もうね、ゆっくり休めと。なるほど。もう疲れた時だね。そう、焦ってもしょうがないでしょっていう。左から大原部長。はい、で涼さん、で下がレモンちゃん、はい、でその上的井さん、はい、で中川巡査、はい、秋元巡査、はいはい、で右がマリアちゃんかな。なるほどね。はい、そんな感じで、これが葛飾区亀有公園前派出所ファミリーと。なるほど。はい、いう形になってます。はい、じゃあここでね、ゆっくり遊んで帰ろうかなと。そうですね。はい、思います。もう一個ぐらいあるのかな。もう一個あるよね。もう一個ある。じゃあちょっと見てみます。はい、と、はい、いうことでラスト、はいはい、公園の中にありましたダブルピースリョウさん。これいいね。一番なんか俺一番好きだな。真似してあげようか。うん、イエーイって、ね、イエーイ、うん、ダブルピース楽しくいきましょうと、うん、いう形じゃないでしょうか。はい、最後に、はい、ざっといきますよ。亀有公園ってこんな感じの、そんなに大きくない公園でした。はい、なんかすごい大きい公園なのかなってイメージしてたんですけど、うん、こういう公園と。なるほどね。はい、じゃあちょっと最後画角だけ変えます。はい、はい、ということで、まあ、ラストはここでした。やっぱり、はい、うんうん、なんで先こっち取っちゃうのっていうね。そう、はい、やっぱりこれだよね。はい、ということで本日は亀有駅前にある、はい、うん、量産像を巡ってみました。なんかね、これ全部回ったら幸せになれるんじゃないかね。ね、ちなみにね、うん、すごく気になってたこと、はい、亀有の亀有公園の前に、はい、すぐね隣接している派出所はありませんでした。残念ながら ね、トイレはあったよ。駅前には交番あるんだけどね。ね、はい、ということ反対になっちゃうからね。そうだね。はい、ということで、はい、また次回いろんなところ巡っていきたいと思いますので、はい、よかったら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今回はありがとうございました。真っ赤なほっぺの君は僕の憧れ、ロマンティックな笑顔がとても素敵さ、山チャンネルでも見よう僕と二人で、今も昔も君は永遠の天使さ。チャンネル登録よろしくお願いします。